第三代ホルダーネス伯爵、ロバート・ダーシーは、イギリスの貴族、政治家。1688年から1692年まで、コニャーズ教の儀礼称号を使用した。ジョン・ダーシーとブリジット・サットンの息子として、1681年11月24日に、生まれた。1688年に、父が、死去。さらに1692年に祖父が死去すると、 ホルダーネス伯爵、ダーシーでネース男爵、コニャーズ男爵の爵位を継承した。1698年春、ケンブリッジ大学キングスカレッジに入学した。1714年から1722年までノースライディングオブ、ヨークシャー知事を、1718年に、商務委員会第一協を務めた。1714年に、数密顧問官に任命され、 1719年に、進出自住に任命された。1721年1月20日に、バースで死去、次男ロバートが爵位を継承した。1715年5月26日、フレデリカ・ションバーグと結婚、二男一女を設けた。第三代ホルダーネス伯爵の死後、フレデリカ・ションバーグは、初代フィッツ・ウォルター伯爵ベンジャミン・マイルドメイと再婚した。 ありがとうございます。